よし、行こう。準備完了。鍛えてきたって何を鍛えてきたの？ヒットポイントに決まってるの。装備。え？装備の方？装備だよ。HP はもともと7000あったから。だよね。ほんくらいあったよね、うん。あと足りないのは武器だけだ。そこを鍛えてきた。プレイヤー技術を鍛えてきたのかと思ったんだけど。ほんとよ。タカちゃんの動画見たら、お前、それあれ赤アリに食われるわって動きしてるじゃねえか。もっと飛んで降りろよ。飛べねえんだよ。エネルギー食うんだよ、ライさんだ。ライさんじゃねえわ。何や。あれ。子供ちょうだいてんじゃねえか。ギャン泣いてる。さあ、おう !3 体いるぜ。ボーダーラインだ。ボーダーラインだ。この間が安全よ。これとりあえず飛んでるやつを、それタカちゃん何それ、ボーダーライン、このダメージ全てカット、爆発系は通るんかな、これ楽しいな。この武器楽しいよ。何それ、いくしょ、危ねえ、潰されたらどうすんだこれ。おお、弾幕、弾幕、なんか吹っ飛んだ。行くぜ。なんか乗り物乗ってる。それ一人乗り？いや一人乗り。もちろん。ベガルタだ。え、なんか食らった。あ、倒れたなんか。クマさん何やるだろう。いや、わかんない。なんか爆撃食らったな。これやるバクロスの攻撃っぽいよな。なんか千注意食らったぞ。だと思う。俺もそれぐらい食らってると思う。縦に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 縦の奥に、あれだよね、これほどウィングダイバーが苦手とする面はないよね。この飛行物体はね、どうしても遮蔽物ねえし、上から撃たれるし、遮蔽物ないのは辛い。これおっと、そろそろ俺弾なくなる。ああ、これ死んだな。あの巨大生命体を撃ち抜くか。これ長いな、この盾。長いよ、横に長いよ。で、つまりか耐久力から6もあるから。つまりか盾からはみ出てた。落とせんのかこいつ。視界悪いな。ミサイルポットだ。うわ、死んだ。あ、ごめん、凝ってたわ。救助行くわ。踏まれた NPC に踏まれた。降りないと出させれるのか。頭切れた。行くよ、クマさん。来いや。そろそろか。バリアの中に逃げ込もう。バリアのね、どこが内側なのかわからないんで。4やるから。この間にいればいいのか。そう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 。青くて見づらいなと思って出ちゃった。俺も。やばい、ない、ないぞ。今もうザコは大体終わったぜ。2号機呼べるかな。敵の動きが早いから弾幕でカバーする。くそ、当てれねえ。出て出て出て。まだ足んねえ。うわあ、また食らった。何食らったんだ。よし、いへー、めっちゃ後ろにいるやん。めっちゃ壁の後ろにいるやん。何のために2枚引いてんのかと。え、いや、なんかいつの間にかね、当たらねえ。いつの間にか外に出てたよ。まだ一般兵が割と生きてんだよね。シールドのおかげよ。死んだぞ。まだだいぶ生きてるぜ。でも、いや、今目の前で一人死んだから。あ、二人目死んだ。隊長が死んだみたいな。お母さんを帰らせに行こうか。あと一人だぞ。いや、まだ二人いる。なんか蹴っ飛ばした気がする。あ、これはお前に殺されたのかな。いや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 、サンキュー。
空を飛ぼう。俺は空を飛べたんだ、忘れていた。俺は空だからな、重要だよ。敵が全部空飛んでるからさ。敵のおかわり来なかった。溜まってない。なのでここでちょっと、あかん、真横におる。シールドの真横にいる。てら、こんなん当てらんねえって。参ったね、参った参った。てか、なんか輸送船出てきたね。うん、あいつを空飛んでるのを吐き出してるね。マジっすか。あれ処理しないとダメか。無理だね、162で。武器チェーンかな、これは。そうだね。結構死なないし、俺は第3の精度を上げるしかないな、俺。じゃあ、いっぺん戻ろうか。戻ろう。クマさんはあれか、フレイドマルとかで、チュンチュン。フレイドマル持ってたよ。一発も撃たなかったけど。対局。あとシュア頑張って調整して。でも上のやつの爆撃は耐えられるの？いけ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 。ちょっと3000ぐらいくらい。あれ爆撃はね、ちょっと待って、爆発系はちょっと無理。この爆撃どういうこと？ああ、2人死んだ。ちょっと。ああれ、うわ、体力がね。マクロスは無視した方がいいのか。取れねえ。なんでこれ切らん、切りもんでんのかが分かんないんだよな。てか一般兵もっと狙えよこいつら。うわ、出てんだよお前、微妙に。おい、メガネ、もう一回。やべえやべえ、真上だ、真上にいる。危ねえ。いったー。あー、やっぱりな。やべえ。全員死んだ。一気に死んだ。すげえいいとこから狙ってきたよ今。でもまあ行けそうだな。バリアの真上から狙ってきたよ。背が低いからなこれ、バリア。再出撃。統治家に任せろ。4枚ぐらいしとこ、とりあえず残しとくの。うん、えででででで、食らってない。ミガルタ召喚。その前にトーチカ置いてってくれ。1枚横軸欲しい。あ、ここ欲しい。よしよし、横軸。ああ、交差させる。そう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 。いでいでいで、爆発には無意味。なんで固まってて俺だけ吹っ飛んでるの。そうなのよね。だってクマさんに横で死んだって、なんで俺だけ吹っ飛んでんだろうってよく思うんだよ。この交差した地点にいる安心感半端ない。こう全て守られてる感じがする。やべ、この爆風は。いやいや、お気に召していただいて。よし、補充入ります。俺動かねえ、こっから。昼夜そこ死ぬ可能性高いぞ。ここだ、ここが安全だ。どこか。ここだ。あいつらをとっとと撃ち落として。早いよな、全部でかいやつすらも。そこベガルタが燃える。怖いな、俺も中に逃げ込もう。こう、よし、もう少しで全開だ。どれを狙うか。そこだ。俺でもいいか、撃ち落とせ。ほら、すんげえ爆撃だけどダメージ受けてない。受けた。まだ復活してもしょうがない。いや、もう全開してる。遥か彼方に吹き飛ばされてる。いない。だいぶ飛んでんな。行くぞ。うん、 3回ぐらい当てられた。撃ち落とせ。メガルタが落ちる、メガルタが落ちる。どこだ、どこに帰ればいいんだ俺。やばい、見失ったぞ。バリアは、
バリアない、もしかして。ある、あるんだよね。え、どこに、あ、食らった。バリア見えねえぞ。ないな。ないの。ないな。あ、もうダメだ。ご利用ありがとうございました。帰る場所がなくなった。え、俺のどこは。え、ないよ、どこにも。いや、まだここ赤いよ、俺の位置。どこ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 。あったあったあった、遠いけど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 、ある。え、マジで見えねえんだけど。じゃあ俺の位置に、俺のとこに。死んだ。どこや、クモさん。遠いな。バグリアルタがまだ出せない。俺が復活させてくる。生きろ。いや、あれだ、生きるのは諦めた。撃って死のう。よし、俺死んだけど違うやつだった。クモさんこっち、クモさんこっち。あれだよ、無理だよ。タカちゃん、敵の砲撃、弾が速すぎて歩きじゃ避けられない。俺ら復活させてくれ。俺がクマさん復活させてくるから、まだいいか。撃ったな。じゃあ俺帰る。少しの間。あそこに岩がある。じゃあ俺行くわ、クマさん。あ、そうじゃなくて、クマさん今回復さし中じゃねえの。回復中だよ。だから今復活させてもしょうがない。え、あそこ岩が見えるんだけど、あそこいいんじゃないの。輸送船来た。輸送船を早く削ってもらいたい。岩ってこれか、これか。でっけえ岩場があるじゃん。クマさんいつ回復は。まだまだ崖、そうそう、タカちゃんがいるところ、そこでバリア張ったらさ、ちょっと安心感あるね。足りなくなった。クマさんもういけんじゃない。え、全然いけない。全然まだ撃って死んだから。なるほど。体力3の方とりあえず取ってくるけど、ベガルタまだ無理やな。よっと、よし、とりあえず読み込みが入った。さて、クマさん復活できるようになったら言ってね。危うい、危うい。回復メッケ、あれを、あれが欲しい、あれが欲しい、あれが欲しい。もう復活させとく。行くよ。無駄。え？ああ、どうだろう。一発は撃てるけど、飛べないよ。撃つ？あの、輸送船を落として。すでに落ちている。落ちると、落とそうと思った時にはすでに落ちている。落としたなら使ってもいいぜって。あの、トーチカだけあっても俺不安でしょうがないんだけど。あ、バリアそんなとこであってんのか。次のバリアそこか。どうや。ビクビクしてるけど、より低いな。マイクか。何よりマシかな。よし、ベガルタやめる。これで普通のザコは終わったろ。ちょっと高いから安心感はある。よし、ザコ終わったろ。プラズマチャージャー。じゃあ、あとはクマさんをひたすら。ここだ、俺はここだ。ここが、ここがアンチだ。見つけてしまった、アンチを。回復出てるな。置いていくぜ。ベガルタ出陣。1個目はもう壊れちゃった。1個目はもう全部なくなったから。帰る場所はここ。体力用に乗りたいんだけど。体力回復って縦用にね。で、まだまだたまらない。あー、死んだ。一人やられました。シュア拾いに行こう。頼む。回復何個か出てるからね。その後ベガルタで、あと3000ぐらい一気に持ってかれた。7000って普通死ぬわ。もうちょい、もうちょい、あれだ、我慢しよう。下向いて、下向いて祈ろう。これもクマさんのところに助かりますように。ここ安全で、ここここここ、そこはダメなんだよ。なぜ死ぬんだ。ここだって、ここだって、ここね、ここここここ、その中でも安全な場所があるんだよ。ここ。なるほど。あいつを落としたい。でもちょっと動いたら出ちゃうからな。あ、もう撃てるぞ俺。落ちたぜ。あと2体。全然落ちねえ。2発当てても落ちねえし。まだいる。あそこの回復がある。どう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 。後ろ、真後ろぐらい。後ろ。見えた。確認した。さあ、ザコのおかわりが来た。
くう、痛い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 。ベガルタ乗ってても痛い。タカちゃん、あのマクロス落ちたから次の呼べるようになってんじゃね。見たいけどちょっと降りるのが怖い。呼べる、呼んどこうぜ。呼べんだけど次のマクロスを落とす前に俺のもすぐ落ちそう。まあそこら辺投げとくから好きにして、うん、ほらよっと。マクロスがすげえ爆発してんの、あれか、マクロスの攻撃がマクロスに当たってんのか。え、そんなのはないだろう。敵同士は。いや、一応当たるでしょ。食らうか。あんのフレンドリーファイア、あいつら。なんかすげえ当たってるよね。当たってるよね。あとこのマクロス倒したら終わりか。あ、一匹消えた。時空を。え、どっ消えた。時空の狭間に消えてったんだけど。消えてたね。退却？違うな。いけたんじゃね。めっちゃ奥の方から撃ってきてる。いや、帰ってきたわ。回復はないな。とりあえずあのザコ。ザコいる？一匹いるな。ベガルタ空中戦よ。いるわ。これか倒しておこうか。時空の狭間に消えてって。もう帰ってこなくていいよね。退却なら退却でいいんだけど。あ、撃てる2発。でも煙は出てる。もうすぐだ。あ、消えた消えた。よし、落とした。あと1体。おかわりあるかもな。あ、まだいるじゃん。もう一匹いる。時空の狭間に消えっぱなしでまだ生きてたんだな。帰ってきた帰ってきた。よし、当たる。新ベガルタに乗り換えよう。大型輸送船、そっち先に落としてね。来た。来た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 。何あれ、燃える輸送船。輸送船まだあんな遠くに。近くに輸送船がいる。乗り物乗ろう。もう雷山で落としてもいいんだけど。これどうやって撃つの。R LR あの飛んでるやつ簡単に殺せる武器ないの。L2 ロックして L2 ロックして L2 OK。 やばい逃げよう。ハムシの方はでかい方は R1 10発しか撃てへんけど1発1万か。じゃあごめん R2 だ。 R2 あれなんでこんなにザコがいっぱいいるの。この輸送船、あれか、輸送船が出してる。輸送船が。ただここはベガルタに任せろ。バリバリ任せよ。やっぱ俺はベガルタに任せていいの。じゃあでかい方落とせばいいの。いいよ。俺は小さいのかな。まあ、2発溜まったら撃とう。開けろ開けろ。開いたぜ。開けろ。もうだいぶ減ってるし俺もぶち込みまくろう。かてえな。そらね。落ちた。まだ落ちた。よしよし、よし。これであとはラストマクロス。まだ一般兵も結構いるし、こっちに来ないと。2発当てたのに死ななかった。煙吹いてるけど。煙吹いてるな。俺ライザー連発するわ。でもこれいつで終わりか。あの飛んでるこれで終わりのはず。じゃあ俺ちょっと死んでもいいからアイテム拾ってくるわ。やべ、ちっちゃいのに狙われてる。任せろ。ナイス。普段乗らないから乗り物の運転の仕方が全然わからん。逃がれた、いいぞ。早いし素直やし。わかりやすい。そう、超かわいい。時空の狭間に消えるのやめろよこいつ。やべやべやべ、アイテムが大抵さ変なとこに落ちてて取りに行けないんだけど。まあ遠慮ないな、まだ。いやすげえ画面端じゃねあれ、みんな。うん、まだ死なねえのかよ。じゃあ落とすか。もう落ちた。落ちた落ちた落ちた。アイテムが何個出た。2、4、6個。よし。あ、もう1個あるな。いけるか。あー無理かな。動かねえな。うー、あー頑張った。頑張、まあそれなりな感じだな。これで DL アーマーだけじゃ。これで DLC1 は完了だぜ。 OK 完了か一応ね。うわー
3-1終了。まあまだ2と3が残ってるけどな。